はい、今回は、えー、369という,うっ。 宇宙の数字の意味とかね、まあ、法則とか、まあ、こういったことについてちょっとお伝えしていこうと思いますこちらの内容はですね結構まあ有名なんで、まあ、リスナー様もご存知の方がいらっしゃるかと思うんですが、まあ、結構難しいんですよねで、えー、なんて言うんですかね数字っていうか、えーまあ、数学っていうかそういったものも入るんですけど、まああまあ、僕に分かる限りということで,で、まあ、あんまり難しいことが分かりませんので まあちょっと分かる限りでこの,の、まあ、369とかね、えー、まあ魅力とか、まあ、言い方はいろいろあるんですけどこの369がこれ、まあ、スピリチュアルなんじゃないかっていうことがですね言われたりするんですが、まあ、このスピリチュアルっていうものはね、まあ、いろいろあるんですがこの369に関しては スピリチュアルでではないと思うんすよまあ369っていうこの数字がですね宇宙の数字っていうことなんでまあその宇宙とかっていうのを聞くとねスピリチュアルとかねスピの世界をイメージするかもしれないんですがまあそうではないですよっていうことをニコラ・テスラっていう天才科学者なのかなまあその天才的なそういうものを発見した人がいるんですがエネルギーとかそういった類の えーまあ、ものすごい、えー、天才がいるんですがこの天才がです、ねえー、あることを言ったんですよ、まあ、ちょっとあの英語なんで、えー、ちょっと難しいんですけど頑張って言、えー、ってみようと思うんですけど「If you only knew the magnificence of the three six and nine 全っていうまあこれがあこのね宇宙の数字っていうことなんですけど、まあ、これをまあ訳すとっていうか、まあ、意味っていうことなんですが、このニコラ・テスラの、えー、この英文の意味はですね、えー、369がわかると、まあ、宇宙の鍵を手に入れられるよっていうまあそういうことを言っているわけですよ、うん。こういうことを言ってるんでね、このまあ天才。えー の人物がそういうことだとまぁ、あ、思うわけですよここでまぁスピリチュアルではないっていうことがわ、えー、かるんですよでこの369のね、音、えーまあ、数字の意味っていうことなんですが、これっていうのがあのいろいろ、えー、あるんですよ、えー、いくつもいくつも、えー、あるんでまぁ、あ、その中からまあ2つ、えー、ちょっとね、えー、お伝えしてみようかなと思うんですよでもちろんですけどこの369の 意味っていうのはど、どれもまあえー、いい意味なんですね、悪い、えー、意味はないんですよ。うん、で例えば1つなんですが、えー、3が調和、6が自然、9が神、えー、とかね、えー、で3が創造、6が、えー、愛情、えー、9が知恵とか。 えー、まああ他にもいいろろるんですよねただ、何、まあ、ていうのかな、まあ、どれも全てにおいて、まあ、全てにおいてというか、まあ、369のまあいい意味なんですよね。うん、っていうことがもともとの意味から、えーまあ、出ていると、まあ、そういったことです。で、えー、この369ていう、えー、この意味もそうですが、ここからが難しいんですが、えーまあ、法則があるんですよ。でこれちょっとあの、まあ、リスナー様の方がお詳しいかと思うんですけど、僕は、ね、前も言いましたけど、算数とか理科とか、 結構不得意なんですよで、えーまあ、考えてね、まあ、言われればまあまあそうかなとか、まあ、まあ検証してあるものを見ると、まあ、そうかなと、えー、まあ,あその通りだなと思うんですけど。 まあその中の、まあ、いくつかいくつかっていうか、えー、その難しくなさそうなものを、えー、ちょっとね、えー、いくつかピックアップして、えー、お,あのお伝えしていこうと思います。まあ、えー、369の法則っていうことでねでこの3と6と9という数字がですね、まあ、どういうふうに、えーまあ、出るのかなっていうような話なんですよ。 で例えば1たす2たす3たす4たす5たす6たす7たす8がこれが36になるんですね。でこの36を分解して3と6じゃないですか。3と6を足すと9になると。で9には1から8までのすべての,この数字が含まれているとそういったことになってこの9が宇宙の数字あるいはですね9がすべての数字を、まあ、なんていうのかなあ、まあ、示していると。で今度またちょっと似た感じなんですけど、 が0たす1たす2たす3たす4たす5たす6たす7たす8たす9がえこれがですね45になるんですね。でこれ45を、えーまあ、数字分けると4と5じゃないですか。4たす5は9になるとだま。まずこういうのが2つ続いた時点でちょっとこれ偶然とかっていうのは思えないんですよ。で、この、あのー、これがちょっと難しいんですがあ3と6。 9のまあ、順に、えー、まあ、なるんですが、その9の倍数だけが全部9になるとかっていうこの説もあるんですよ。で、この3699、だつまりそれ以外ね、124578ではこういうことはならない、えー、っていうことから、まあちょっと偶然では、えー、ないだろうなと。うん、この、えー ニコラ・テスラが言ってることもありますし、こういうことがね、えー、起こると、うんち、ちょっと偶然ではない、えー、と考えるんですよ、スピリチュアルでもないと考える、369に特別な数字があると考える、で、えー、皆さんも僕もですね、えー、こう、過ごしている中で、うん。 あの時間というものがありますが、この時間に関しても、この369が、えー、出てくるんですよ。えー、時間の軸というか、時計の軸って、えー、12じゃないですか、1から12じゃないですか、でこれ12っていうのもこれ分解すると、1と2で足して3になりますよねで、12進法っていうのがあるんですけど、これも1と2を足して3じゃないですか、で1日の時間というのは24時間なんで、これも2と4で分解して6じゃないですか、で1時間は60分、えー、1分は60秒。 うん、全て3と6とここに9が出てこないんですけどねこれがちょっとなんかちょっとよくわからないんですけどで次なんですよもうこれがね、えー、皆さんも詳しいかなと思うんですけどまあ僕にとってはもうさっぱりなんですがまああの <laughs>。 す,すべての、まあ、多角形っていうんですか、えー、多角形の内角の和がすべ、えー、てこれ9になるっていうそういったことがこれわかってるんですよ。うん、三角形の、えー、内角の和あっていうのがね 60+60+60 60 60が180で180っていうのは、えー、分解して1と8と0でこれ9じゃないですか。 で今度四角形のこの内角の和っていうのも、えー、これ90足す90足す90足す90がこれ360でこれ分解して3と6と0でこれ9じゃないですか。で五角形の内角の和っていうのも、えー、180足す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 180で540これ5と4と0で足して9じゃないですか。 六角形の内角の和っていうのも120足す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 120で720これも分解して7と2と0で足して9なんですよどんなに多角形の内角の和もこれ9になるっていうことが分かってるんですよこれっていうのはどう考えても偶然とか思えないじゃないですかでこれこじつけでも何でもないんですよだから、えー、このなんて言うんですかね、えー、もう僕たちが分からない、えー、もう何かしらのまあそれこそね、えーまあ 目に見えないものでこういったものがこのま,まさに目に見えないものあるいはですねこの3と6と9っていう、えー、数字に特別な意味が、えー、ある、えー、というふうに思うんですよでこ,のここまでねちょっと難しい話を、えー、したんですが別にその難しい話ではなく僕とかまあリスナー様とかまあこういうね、えー、3と6と9とかっていう数字の、えー、まあ何かをねまあ取り入れて、えー、より良く、えー、なっていければということなんで、えー、そういったことはね一つあのお伝えしていこうと思います。 思うんでですよでこれっていうのはあのー、369のパワーって言うんですけど実際これっていうのはね、えー、皆さんがそれぞれ考える話なんで僕もあのー、考えるんですが僕はこういうの結構不得意なんであのすいませんということでで1つだけまああの例がありますので。 その例をあのご紹介させていただいて、まあ、皆さんも、えーまあ、あ何かしら思われたら、えーねえー、ご判断で、えー、してみるといいんじゃないかという話なんですがこの三六九のパワーを日常生活に取り入れることによって僕たちが、まあ、よりよく過ごして、えーまあ、いけると、えー、そういうことを、えーまあ、考えますでこれ一つのこれ具体例です僕たちは毎日、えー、歯磨きをしますね <laughs>、まあ、あのたまにしないとかそういうことを抜きにして毎日歯磨きをするんですがこの歯磨きをする際にですね この369の法則っていうのをその歯磨きの中に取り入れてみるということなんですね。歯を磨くときに例えば3回磨いたらそこで1回歯磨きを止めると、今度次は6回磨いたらそこで歯磨きを止めると、続いて9回で今度また止めると、こういうことを日常生活に取り入れるということによって、この369のパワーを僕たちが得られる、まああの恩恵を被れる、その可能性 性があるんですねもちろんお金なんていうのはかかりませんからで、えー、この世界っていうのはね、えーまあ、皆さんはこういった話をまあ信じられるかあるいは信じられないかっていうのは分かりませんけどこの世界っていうのはこの目,目に見えない力っていうのがあるんですよで、えー、この目に見えない力をまあどれほどねまあ、うまく、えーまあえー、そのプ 見え目に見えない力あるいは目に見えないパワーを、えー、どれほどですねこの取り入れられるかということがこれがですねやはりあのよりよくあの過ごしていけるとかそういったことにあの関係して,してくるとまあ、僕は思いますしまあ、皆さんもこういったことを思ってらっしゃる方が、えー、い,いると思うんででさっき言いましたけど別にお金も何もかかりませんからあのアイディア次第とかねあとは例えばこういった話を聞いてあそうかあ,、まあじゃあそれだったらやってみようかなとかって思われたりとかそのご自身とかの生活 数の中にこの36。9のパワーをえま入れてみると、えまいいことがあるんじゃないかっていうま、そういったことなんで何かのご参考になっていただければと思います。この36。9の話もですね結構まどう思われますか？っていうのを聞かれるんですが、ちょっと難しいんでね。あの算数っていうか数学っていうか、ちょっと理科が入るんでちょっと僕にわかる範囲っていうことでお伝えさせていただきましたいつも聞いていただいてありがとうございます今回はここで終わりです失礼いたします。